不動大橋は、群馬県東郡長野原町の八丈和が、妻湖に架かる橋。八、馬ダム建設に伴う、付け替え剣道の一部として建設された。不動大橋川原湯川2004年3月着工。全長590.0メートル。PC 複合トラスと、エクストラドーズド橋の技術を融合した、世界初の、鋼、コンクリート複合トラスエクストラドーズド橋である。 2009年の第45回衆議院議員総選挙の結果、鳩山由紀夫内閣により八っパダムの建設中止が打ち出され、マスコミに象徴的な施設として取り上げられたが、右与曲折を経て橋自体の建設は続行されたを参照。工事中は湖面に東京と呼ばれていたが、2010年9月10日、水没関係ご地区連合対策委員会により、近隣の明路 不動滝にちなんで不動大橋と命名された。橋は2011年3月中に完成予定だったが、同年3月11日に発生した東日本大震災によりアスファルトの搬入が滞ったため、舗装工事が延期された。同年4月25日に開通式が行われたが、急激な天候の変化によりテープカットは取りやめられた。平成22年度土木学会。 田中賞を受賞した、ありがとうございます。